長野県の学術分野の中心を担う信州大学。ここに日本の近代芸術家として大きな足跡を残し、長野県の近代芸術にも大きな影響を与えた石井鶴蔵の作品が眠っています。石井鶴蔵、東京に生まれ、東京美術学校、現在の東京芸術大学で彫刻を学び、戦前から戦後を通じて日本を代表する芸術家として活躍しました。残した作品は数多く、彫刻をはじめ版画、油彩画など多岐にわたります。特に中里開山の大菩薩峠や吉川英治の宮本武蔵をはじめとする新聞小説の挿絵は彼の代表作です。石井は40年以上の間、長野県で美術講師を務めました。それにより長野県から多くの芸術家が生まれ、長野県の教育にも大きな影響を及ぼしました。美術作品の多くは松本市美術館や上田市の石井鶴蔵美術館に寄贈されていますが、この度石井の手紙やスケッチブックなどが信州大学に寄贈されることになりました。4月7日、信州大学で行われた調印式には、石井の法廷相続人代理人の岩部貞夫さんと、信州大学の山沢清人学長が出席し、覚書に調印しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。寄贈された資料は東京のアトリエに残っていた書籍や彫刻作品など、石井の生活や交友を示す資料で、段ボール133箱分です。資料の研究を通じて、石井が作った作品への理解が深まるだけでなく、近代芸術史の研究にも役立つことが期待できます。今回、信州大学に石井の作品を寄贈することを決めた岩部貞夫さん。岩部さんは石井の作品集や日記を出版しています。寄贈への経緯や石井鶴蔵に対する思いを話してくれました。初めから信州大学っていうふうに限定したわけではなかったんですけれども、実際は公的機関っていいますか、大学ないしは公的な美術館に、全てのものを寄贈する作業をやってくれという依頼だった。もしかすると行き先がなくなるんじゃないかなっていう心配の中で、信州大学からそういうふうに資料をね、受けるという意思表示があったんで、まあどちらかというと、まあ本当に助け船が出たというふうに思って、結果的には二次資料の全部を信州大学が受けていただいたっていう形になったんですけど、大変助かったなっていう思いなんですけど、手紙とかいろんなものをこう見ながら、こんなにね、裏表のない人、本音と建前も石ことにしたような人が美術家でいたんだなっていう思いがね、美術を通してね、その人間教育ができるということを自分のその講習会の中で学んでいってほしいと。でそのために自分は長野に来てるということをね、おしゃべりも含めまして原稿にしたりなんかしてもしつこく言ってる形ですね。でこれは美術を通して何を教えるかっていうことを
あれほどしつこく言ってた先生ってのも少なかったんじゃないか。これはね、一番石井さんの仕事の中でたくさんの量を占めてるのは新聞小説の挿絵なんです。芸術っていうか単品芸術ではなくて、印刷されて交換されていく美術作品に対する思いが非常に強くあったということですね。これの印刷されて多くの人に 目に触れるものの価値、要するに複数芸術の重要性っていうのを言葉でも言いながら実践してきた形のが現在も残っている作品の中でもね、一番多くを占めているというふうに思います。機械印刷を通してでもその複数芸術の重要性っていうのをね、非常に早くから主張し、複数芸術の重要性をしきりと言ってきたのは、おそらく版画家や日本の美術界の中でも石井鶴蔵が最初だったんだろうというふうに思います。4月22日寄贈された資料を今後どのように整理し調査していくか、笹本昌司図書館長を中心に構成したプロジェクトメンバーが協議しました。ご知恵を拝借したいと思いまして、ご案内をいただきました。調査を行うのは現代史や美術史、日本文学の学内の研究者、それぞれが専門の知識から整理を進め公開を目指します。メンバーとなる先生たちも石井の膨大な資料を目にするのはこの日が初めて。期待に胸が膨らみます。全部一括で順番つけてざーっと中性子の封筒に入れてしまうと。で最後はこれに返せるようにすると、その番号に従って、例えばですけど、あくまでも例えばですけど、これに関しては、国風種森さんという作者給与を与えていってると。ですから信州の美術史上でもすごい重要で、中には、吉川英治あたりから挿絵のことに関しての手紙が入ってるんですよね。だからそれが出てくると、今まで何の説明している美術品、それから、社会全てを一括してものが見れるようにしたい。今の段階では先生方に先にお願いしてこうしないと決めてもらって、後から例えば、